ダンスファンタジアは、日本の競争場。主な勝チクは2011年のフェアリンステークス。2004年の大歌唱場ダンスインザムードの初語である。クラブ法人社代レースホースの所有場で、募集価格は4000万円。場名の意味は、ダンス幻想曲。2010年10月31日東京のメイクデビュー、東京で北村広志安城に迎え、圧倒的一番人気で出走。 道中は中段に待機し直線に入ると徐々にスパート、豪快な伸びを見せ最後は3馬審査でデビュー戦を飾った。2戦目の赤松賞では直線も持ったままの手応えで後続を突き放しに連勝した。12月12日阪神の阪神ジュベナイルフィリーズではレーブディソールとの全勝対決となったがスタートで出遅れ道中引っかかって急着に敗れた。 2011年1月10日、中山のフェアリーステークスに、アントニー・クラストスとのコンビで一番人気で出走。道中七番手に位置し、四コーナーで外に持ち出すと二馬新反差をつけ、重賞初勝利を挙げた。続いて2月12日東京のクイーンカップでも一番人気に、支持されたが伸びを欠いて六着に敗れた。4月10日阪神の大賀賞では好位を追走したが、 直線で伸びを書き、マルセリーナの7着に敗れた。4月23日東京のフローラステークスでは13着。5月8日、東京の NHK マイルカップでも15着に終わった。秋は、ポートアイランドステークスに出走して3着となった。続く、富士ステークスでは12着。その後は、ターコイズステークスに出走したが6着に終わった。小馬になってからは制裁を書き、 2014年3月15日付で競争場登録を抹消され、生まれ故郷の八代大ファームで繁殖品場となる。ありがとうございます。